これとこれとこれこの辺があれば歩きたのか大体これね3週間ぐらいで作ったんで、あ、これがバズったバズったまさかこいつもハブを削り出すことになるとは思ってなかったと思うんですよね。なんとか重工です。よろしくお願いします。本日は46ワークさんの工房にお邪魔しております。よろしくお願いします。じゃあ僕らのチャンネルを知っている方やったら多分見たことあると思うんですが、ハブの削り出しの動画、ハブの削り出し、あの300万回再生いったちょっと衝撃を受けた動画があるんですけど、そちらを作られた工房ということでお邪魔していきたいなと思います。ちょっと案内していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今メインで作ってるのはこれ、この BM ですね。あ、このアルミタンクはあれですよね。そうです、これも動画にしたタンクですね。アルミタンク、あとはこのこれもそうですね。あ、これがそうです、これがバズったバズった伝説のハブです。300万回再生、はい、めちゃくちゃナチュラルな仕上がりですねそうなんですよ、あんまりもう作ったって思ってもらえない感じの、うん、このハブはまだ走ってないんですね。これはまだ、これまだ制作途中。制作途中、はい。なんか古いバイクですけど足回りはすごい新しい感じの。そうですね、このフォークに交換するのとかも動画にしてアップしてます。あ、これも動画になってますか。なってますね。もしかしたら見てないかもしれない。このステムを作ったりとか、うんうん、もうこのキャップ、トップキャップとかも作ってるんですけど、だこの製作は一通りもあのシリーズで、ね、撮ってます。アルミタンクもこのハブも1台の企画やったんですね。そうです。なかなか予算がかかりそうな。そうですね、これはトータルでは結構な、うん、コストの。そうですよね、はい、フルカスタムの、まあ、フルレストアしてチューンしてっていう。これは依頼されたオーナーさんとかが。そうです、オーナーさんの依頼で、うんうんうん、はい、趣味で作ってるわけではなくて。趣味で作ってるバイクはほとんどないですバイクは全部仕事で作ってると。基本的にはそうです。なるほどなるほど、はい、このバイクは一体どんな形で完成するんだろうか。まあ、随時多分随時アップしていきますね。よくよく考えたらこのスポークを、スポークはまあ作るわけにいかないと思うんで、企画品に合わせて、そうです、ハブのこの穴も開けてみたいな感じですよね。そうです、だから結構設計がすごい面倒くさいですよね。考えることは多い。でその後ろになんですけど、これは僕がクラシックバイクのレースでいつも乗ってる1970年の BMW ですね。1970年、はい、レッドブルのカンカンがそうなんですよ。これね3週間ぐらいで作ったんで。3週間、はい、もうレース前でもうバーッと、自分のだから時間かけないで作ってるんで、もうなんかその辺はもう適当にそのままとりあえずつけとけ。3週間の時間軸がちょっとよくわからんですけど、はい、塗装とかもこれ、塗装も自分で塗ってます。だから頼む時間ないんで、うんうんうん、自分でもうバーって塗って、もうまだ乾いてないけど相当飲むみたいな状態でレースのだから2日前に出来上がって、前日テスト走行して、でもう一回帰ってきて手直しして翌日レース。そう、特にこれはお客さんのバイクじゃないんで、自分のバイクだからもう本当に時間をかけずにさっさと作ったんですよね、うんうんうん、さっさと作ってこれか。なんとか重工は進捗が遅いって言われるんで見習いたいところですねまあでも仕事ですからね、これ作るのが。あ、そうですねそこになんとなく置いてある、これは撮影機材ですか。あ、これなんかすごい、これマイクスタンドです。あ、マイクスタンドか。なんかこんな三脚見たことないなと思ったんですけど。
そうなんですよ、これでいつも撮影してます。工房系 YouTuber あるあるだと思うんですけど、はい、三脚置くスペースがないみたいな。そうなんですよ。ですよね。そうなんです。三脚高くしようと思うとすごいスペース、めちゃくちゃ足広がるんですよね。これめちゃくちゃいいんですよ。こう、こう、もうすげえ上がるし、でこう俯瞰も、ああなるほどなるほどなるほど、まあこうグラグラするけど、うん、まあ動画だから収まった時に、そう収まってちょっとピッてやってから収まってやれば、なるほど、これめちゃめちゃいいっすよ。ああいう狭いところでね、そうですよね。あの後でお邪魔しますけど、うん、あの動画で見るよりも機械がギュッと詰まってるんでそう意外とね、三脚とかどうしてるのかなと思ったら、 これですね、これで全部撮ってます。なるほど、うん、これも動画にしました。全然伸びてないけど、あ、動画になってます、ね、動画になってる。結構見てるつもりなんですけどね、見てないですね。そう、この三脚マイクスタンドを三脚にするっていう動画も一応あります。じゃあちょっと作業場にお邪魔したいと思います、はい、ここが溶接テーブル。そうです、これ溶接テーブル。溶接テーブルで、はい、これ何でしたっけ、イングリッシュなんとか、イングリッシュホイール、イングリッシュホイール、はい、あの、ね、タンクをやるときに、そうです、あのなんかこういうのであらかた叩いたものをこれで鳴らす、まあ、こういう、あ、なんか途中のやつが、はい、これ失敗作なんですけど、あ、失敗作もあるんですね。そう、あれ、あのタンク作るときに一発目ちょっと失敗してやり直したんですよね。はははは。これちなみに何時間ぐらい、ここまでだったら別に15分、20分ぐらい。あ、そのまんまですか、はい、へー。あのサンドバッグって言って、あのこういうこう、真っ平のただの板をこうまずこういうところでこう叩くんですよ、ね、うんうんうん、で叩いて結構こういう風にした状態までまず作って、うんうんうん、そうするとまあボコボコなんでここでこういう風に鳴らしていくという道具ですね。これで成形するっていうよりか、これは仕上げみたいな、緩いものはこれだけでいきます。緩いものはこれぐらい深くなってくると、アールが深くなってくると最初に粗くこういうので叩いたものを鳴らしていくということですね、うんうんうん、ただの板をこう通すとこういう風に曲がるのとこういう風に曲がるんですよね、うんうんうん、なるほど。あとやっぱタンク作ったりするのはこれも結構使います。あ、これはシュリンカーとストレッチャーってやつで。改造してます？改造してないです。こういうものですね。あ、こういうもんですか？あの手でやるやつと、これは足踏み式で、あ、こう、なってるんですね。で、ここを見ると、こういうふうに、あの、こう、ギュッて締まるんですよ。うんうんうん。だから、この、板を絞れるんですよね。うんうん、これ、サンドもセットで？そうです。これだと両手が使えるんで、うん、便利です。これとこれと、これ、この辺があれば、アルミタンクは大体できます。アルミタンク。なるほど。これは、これは、シャーリングですね。メカシャーリングってやつ。シャーリング。あの、糸を切るものですね。こういう。これって動画に出てます、ね、動画ちょこちょこ出す。ちょこちょこ出てますか。出ますね。アルミタンクの時にも出てますかね。アルミタンクの時は出てないですね。直線切りがほとんどないんで。あ、なるほど、なるほど。はい。こういうものをこう。なるほど。シャー自体はあの見たことあるんですけど、このサイズは、はい、レアですね。普通のシャーリングってあのアマダとかの、そうそうそう、もう畳2畳分ぐらいの赤いやつで、はい、もう 2,3 メーター横にあるみたいな、はい、あれがやっぱ使用頻度に対してうちの工房だとでかすぎるんでこうたまたまこれを見つけたんですよね、うんうん、で値段は結構高かったんですけど、めちゃくちゃ便利です。アルミ5ミリまでいける、ね、値段はいくらでしたか。35万ぐらい。あ、35万か。中古ですよね、もちろん。中古で。中古で35万。で、直線切り。直線切りなので。のみ。でも、でかいやつも35万ぐらいで買えるんですよ。あ、そうなんですか。でも、これ、やっぱこのサイズが、僕が作るものはちょうどいいんで。機械が全体的にちょうどいいサイズか。そうですね。あんまり大きいものは作らないですからね、うんうん、バイクの部品だと。これは？これはですね、これがあの蹴飛ばしっていう機械なんですけど、はい、蹴飛ばし使います？使います。使いますか。使います。蹴飛ばしこれどういったところでに、これはもうこのあの型をセットしてるんですけど、あ、型があるんですね。はい、パンチですね。薄い板に穴開けるの多分分かると思うんですけど、はい、例えばステンレスの1ミリの
に穴を開けるってボールバンドってきついきついですね。ガッと引っかかって引っかかって穴もちっちゃくちゃになってそう、こういうこれ 1.5 ミリかなのアルミですけど、こうこういうふうに一発で綺麗な穴が、あ、そうやって使うんだ、はい、でこれがここにいろんなサイズの、あ、なるほど、はい、金型はあるんですね、はい、いろんなサイズの穴を一発で開ける。これも高そうですけど、そんなですね、そんな型は中古で出物があれば、あ、なるほど、4、5万とかだと思います。でもそんな感じですあとこれにこの型を変えれば、これはコーナー角Rってやつですね。これをここに置いてガシャンとやれば、板の角がこう丸くなる。へえ。角Rっていう機械とか、コーナーシャー、もう一個こっちにコーナーシャーっていって、こういうふうに切り替えたりとか、このぐらいのものだったらパシャンと切る。ものをこうセットして、いろんなものをセットして使うのがこの。ケトバシケトバシ、会社にあったんですけど、はいはいはい、無理やり圧入に使ったりしてました。ああ、はいはいはい、こういう金型をセットして使う、基本的には金型をセットしてその用途に応じてセットして使うものですね。恥ずかしい話、全然圧入できるわけもないものとか曲げたいものとかをここにもう乗り切ってこうやってやってました。これが伝説の伝説まさかこいつもハブを削り出すことになるとは思ってなかったと思うんですよね。そんなにあれですね、重切削抜きっていうよりかは、そうですね、結構精密フライスみたいな。そう、このクイルで下がるっていうのがどうしても欲しくて、うんうんうん、これにしたんですよね、うんうん、まさかでしたよ、あの動画あのアルミのブロックからそのハブ削り出しましたっていう、はい、いかにもなサムネで、どういう構成で始まるんかなと思ったら、汎用旋盤回し出して、あ、荒取りするんかなと思ったら、その後ここに乗せて、ロータリーテーブルで、深穴をね、ほじほじほじ。そうなんです。やばーと思って。大変でした。ここ、確かここの窓もちょっと映ってたんですよね。あ、はいはいはい。で、朝日みたいな、はい、ちょっと明るい感じから、なんかオレンジ色になって夜になっていくっていうリアルな描写で。また服も変わって翌日また回すみたいな。いや、あれを汎用でやるのはえぐいなと思いましたけどね。大変でした。大変です。大変でしたあれ3日3日ぐらいかかったんですね。3日ぐらい、はい、なるほど。でも3日でやりきってしまうのもすごいですけどね。後半失敗したら本当にですよね。辛いんで慎重に最後は加工って。そうですよね。なんかこう最初の頃はこうバーッと気楽にいけるけど、全て積み重なってきた時にそうなんですよ。ブスっていった時に、で、売り物やから変なところにチョンってしたやつやったらもうあかんすもんね。削りすぎたら終わりっていう、何十時間っていう積み重ねがどんどん重くなってきて、そうです、緊張感あります。緊張感、もう持って歩くだけでも緊張するみたいな。落としたらどうしようみたいな。落としたら絶対傷つきますよね、歩みだから。地味にこれをずっと回すのがすごい辛いですよね。あ、ちなみに ホイールを削り出したロータリーテーブルってこれですか？はい、これです。小さくないですか、なんとなく。小さいですね。小さいですよね小さいんですよ、これだけでやりました。素材とほとんど変わらんぐらいの。そうです、そういうのがちょっとでかいぐらいかな。あ、なるほど、はい、だからうちの機材でできる、その加える、どこで加えるか、次ここ削ったらどこで加えるかとかまで段取りしとかないと、うんうん、作れなくなっちゃう可能性があるんですよね。うんうんうん、だからタッパも足りなくなってくるんで、うんうん、ここに乗っけて刃物をつけてとかだと、もう本当にギリギリです。ギリギリですよね。ギリギリです。Z 軸のストロークもそこまで多くはない。はい、そうなんですよ。でもなんかそこまでシミュレーションしてからじゃないと、途中でできない可能性があるんですよね。はいはい、そこはやっぱ結構考えました。穴開け始めたはいいけど、そうなんです。次の工具変えた時に。そうなんですよ。そしたら次の工具で段取り崩したら位相ずれてまうとか。そうです、そうありますもんね、はい、あとなんかここ削っちゃったらもう加えられないとか結構あるんではい、はい、やっぱ段取りは相当重要で大変ですよね。でも安かったですよ、これは。これいくらぐらい？35万、うん、めちゃくちゃ安いですね。本当は80万ぐらいするんですけど、うんうんうん、田舎の
おじいさんがやってるとこでたまたま出物があって35でいいって言って、だけど運べないって言われたんですよ。あ、なるほど。そういうアフターサービスはないけど、はい、だから自分でユニック借りて取りに行って自分たちで搬入したすげえ大変だこれ何キロぐらいの？これ2トン2トン、あー2トンか。2トンって高さあるから怖いんですよ。で、これもこう回さないとあそこの高さ入んなくて、あーはーはー、ま、回ってよかったっすね。そこまで考えてこれなら入るのっつってなんかこの位置にバイスがあったら違和感あったっすけど、マフラーの曲げのために。そうなんですよ。だからこっから曲げ始めてこっちまで行ける角度と場所になってるんですよ。そうか、はい、あれなんですね。あの BM のフラットツインやと結構曲げなかったんです。そうなんですよ。で180度っていうか曲げるんで、このぐらいのものをこっから始まってこっちまで行ける場所に設置されてる。すごく一見邪魔そうなポイントにあるけど、はい、ここじゃないとダメっていう。そうなんですよ。なるほど。これプロパンバーナー。プロパン。はい。あの、アセチレンとかだと曲げにはちょっと強すぎちゃうんですよね。集中しすぎちゃう。これちょっと柔らかくてこう大きい火がプロパンが出るんで、まあ、これで曲げてます。そうですね。コンタはめちゃめちゃ使いますね。動画で見た時よりもなんかコンパクトな印象。はい、そう、30センチまでっていう、ここが30センチのよくあるパターンのやつですね。溶接機もついてる。そうですね。だくり抜き、溶接機があるからくり抜きもできる。で、メタル層。そうです、メタル層ですね。マフラーの輪切りとか。マフラーはそうですね、メタル層がないと結構、特にチタンをカットするのは高速カッターだと厳しいんですよね。まあ刃もいろいろ何種類かあるんで、あの材料によって取り替えて、あのドライで切ったり、あのウェットで切ったり、あとはもう角度切りがもう本当に正確にこれできるんで。で、ボール盤があり、はい、たまに動画で見かける削りスペース、はい、換気扇もこれ多分自作かなんか。これはね、業務用のすごい強力な換気扇をつけてあります。この場所に、はい、粉塵を早々に出すと。あ、これ面取りのやつですか？あ、そうですね、それね。あの、あれですね、工具がこうちゃんと居場所があるこれを見直らないといけないで、旋盤とずっとこれですか？卓上機とかは使わずに。卓上は使ってないですね。使ってない。前やってた、東京でやってた時はもうちょっと大きい5尺の。あ、東京でも？東京でずっと店やってたんですよ、うん、で、こっちに引っ越してきて。そうです、東京の店はそっちでやってるんですけど。あ、まだやってるんですね。はい、もう新しい店長が。あ、なるほど、なるほど。ってやってるんですけど、こっちに来て、6年目ですね、今年で。その時に新しく買って、雰囲気の出来上がり加減からして6年目って感じじゃないですか？そうですか。なんかあの建物自体はでも中古で、うん、あの元々あった建物なんで、なんかもうずっとここに構えてやってるようなこの世界観の出来上がりっぷりで、本当そんな感じですけど、動画で見る感じよりもまた違った感じなんですよね。確かに見たことあるっていう感じなんですけど、もっとリアルな感じ。これぐらいのサイズがちょうどいいっすか？僕が作るものはこのサイズがでほぼ大丈夫なんで、うん、あんまりでかくなくてもいい。 4.5 尺っていう、あんま長物をずっと引くっていうことはほとんどないないですよね、バイクだと。不満点はあの主軸の貫通穴が32かな。あ、32なんで、材料は太いもの削るときは材料切ってからじゃないと、うん、でもそのぐらいですかね。あとはあのハブを削った時は本当ギリギリです。ギリギリですよねここにチャックはできるけど刃物がもう、あ、スペースがないですね。これぐらいありますもんね、はい、で刃物ここ、そう、刃物のこっち側のここまでしかいかなくて、もう物はもうギリギリみたいな、一番止まったとこからちょっとで削るみたいな、うん、長さはいいけど、うん、振り回しがちょっときつい。ハブやと、はい、本当に限界をもうちょっと超えたぐらいであれは作ったプライスも若干サイズはオーバーしてるしそうなんですよ。でも旋盤は楽しいですよね。旋盤はなんかサクサク形が変わるからいいですね。プライスはやっぱ段取りが大変じゃないですか。いや、
汎用フライスを使おうっていう気にならないんですよね。あの僕マシニングを触ってたので、はい、そうですよね。こうちょっと円弧で外径を削りたい、はい、内径を削りたいっていう時に、はい、ロータリーテーブルをこう、はい、それに乗せて芯出しして、そうで、そこから刃物の径分こう言ってそう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 、で素材はこれだけ残したいからみたいなんでやってこうずっとハンドル回すじゃないですか。そうなんです。あのやってる人はよくわかんないんですけど旋盤は楽なんですよね、はい、チャッてチャックして削り始めるけど、フライスはやっぱ段取りがすごい大変で、はいはい、その段取りが大変なんで僕もずっとフライスなしで来てたんですよ、うんうん、でもいよいよ必要ではじあの買ったんですけど、うん、でもなんか慣れるとだんだんそれが普通になってくるというか、慣れるもんなんですね。7N とかのパイプですか？そうですね、それ 7N ですね。各パイはこれはスイングアーム使ったり、あとはそうシートレール作ったりすることが多いですかね。なるほど、はい、あ、これ所さんのバイクなんですか？はい、所さんも最近 YouTube やってますもんね。そうそう、やってます。で、今この辺のツーストのバイクにすごいあのハマってるんですよね、所さんが、うんうん、あのこれは結構貴重な例で、モトクロスさんなんですけど、うんうんうん、で、サイドスタンドは、まあ、モトクロスさんでないからサイドスタンドを作って、あとマフラーも直感なんで、チャンバーももうすごいうるさいから、とりあえずサイレンサーをマフラー改造してサイレンサーつけて音小さくしてとか、まあその程度のご依頼なんですけど、もともと東京でショップやってらして、はい、そっちに引っ越してきたんですよね。そうです、そうです。どういったなんか理由があったんですか？東京で15年ぐらいやってたんですよね、うんうん、店を。27の時に店を出して。 27? はい、17歳の時に店出してやってって、まあ、最初は全然お店も儲かってなかったんですけど、あのいろいろだんだんうまくいくようになって、従業員も増えて、うんうん、ってなった時に、あのなんというかその社長業みたいな仕事にどんどんなってっちゃったんですよね。ああ、そういうことですか。はい、そのバイクを作る経営者になって、あの人数もやっぱ多い時7、8人いる時もあったんで、うん、そうするとまあ小さいながらも一応その社長としてその従業員の仕事を取ってきて、で回してあの給料を計算してとか、そういう仕事がすごい多くなっちゃって、でもなんかだんだんそれがやりたいことじゃないなっていうふうに思ってきて、でいずれそのこういう環境のいいとこで一人で一台のバイクをじっくり作っていくような仕事にシフトしていきたいなっていうふうにだんだん思ってたんですよね。それでまあ ここの場所を見つけて、うん、それが6年ぐらい前。そうです。へえ。で前のお店をその時のスタッフに任せて、あの そっちでも独立してあの回るような体制を整ってきたし、でこういう物件もあのいいとこ見つかって、なんか子供もちょうど小学校に上がるとか、うんうん、そういういいタイミングの時にこっちに移住したんですよね。なるほど。僕にしてみたらなかなか理想的な、まあ、この瞬間を見たらっていう感じなんですけど、はいはい、なんか好きなバイクを作って、はい、でゆったりじゃないかもしれないけど今 YouTube をやってゆったりではないけど、まあ、環境いい環境でやりたい仕事ができてるんで、うん、あのそこはすごくあのおかげさまでできてますね。まあだから田舎だから、こういう場所だからできるっていうのはありますよね、うんうん、都会でやってると結構こういうのは無理、まあ、スペースの問題もあるし、うん、あの例えば賃貸で借りてたら、こんな場所借りたらもう30万円まですぐかかっちゃう、ね、その支払いだけでもえらいことになってしまいますもんね、はい、そうするとやりたくない仕事もガンガンこなしていかないと、うんうん、あの回っていかないんで、そういう意味ではこういうところだとある程度あの仕事も絞ってあのやりたいことをじっくりできるというふうにはなってます、ね、うんうんうん、あ、後ろにあれがあるんですね。
10万人の盾あの盾を紹介する動画が僕地味に感動したんですけど本当ですか うわーいいなーと思いましたあれは子供らがこうやってなんか嬉しそうに見てるのを見て子供たちも撮影結構手伝ってくれてるんでめっちゃ感動したんですよあれ本当ですか、個人的に46枠さんがを好きによりなる動画やったんですけどやってるじゃないですか YouTube をやってるからよりなんかこの動画泣けるなと思っていやだからあれはそのまだもらえないもう本当に1000人とか、うんうん、あのいう時代に今年初めとかはそれこそ1000人とかなんですか。そうです、あのね YouTube 登録したのは十何年前なんですけど、うん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 、あのそれはもう全然ちゃんとやってなくてただ動画置いておくだけだったんですよね、うんうん、で今年の2月ぐらいにちゃんとやろうと思ってスタートした時で確か300とか400とかなんかあそんな感じですか、はい、気づいた時はそのぐらいいたんですねすでに。ああ、はあ、でそっから始めたんです。なるほど、はい、あの10万人の盾の動画で僕泣きそうになりましたあの YouTube やってるし家族もいるし、はい、その移入感情移入というかできちゃうんで、うん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 、割り感動する人みたいな。それは僕も今まで感動いろんな人の見て、はい、やっぱ本当に なんかうるうるくるんですよね、うんうん、あのYouTube なんとかアワードタグでやると、うん、その盾もらった人の動画が結構いろいろ出てくる、うん、それ見てるとあのそれだけで結構グッときて俺もいつかここにこの動画を出そうでいよいよ出ていやいやいややっとやっとこれの動画が撮れるみたいな。あ撮りたいわ今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや結構濃い話をしつつあのバイクの話だけじゃなくて機械加工の話だけじゃなくて YouTube の話なんかもしたりしながら、そうですね、はい、ちょっとマニアックな話ができました、はい、ありがとうございました。こちらこそ。また今後何かあればそうですねぜひコラボしたいなと。はいはい、あんまりトークをする感じのチャンネルじゃないから難しいですけど、なんかいい感じにお互いの強みがあるコラボがあればやりたいですね、はい、だからあれですよね、フュージョン、はいはい、360を僕はちょっと勉強したいので、はい、そういうところとかあの話聞いたらイラストレーターで作成してるまさかのイラレ、イラレ、イラレ僕はあの動画でイラレ使ってるのを見たんですけど、はい、てっきりその撮影のためにイラレにとりあえず一旦あげたんかなと思ったら、はい、もうリアルにイラレで、イラレで設計してる図面を引いてます。あのフュージョン360ありえない、びっくりしたんですけどあのそれで考えたらフュージョン360めっちゃ便利なんで、はい、今日話聞いてもらったら絶対やる気が出てきたんで、そこら辺とかあの金属加工もご覧の通りできるんで、あの絡みづらい3D プリンターとかね、あ、そうですね、そういうのとかでなんかコラボできたらいいなと思います。ぜひ、はい、また今後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。というわけで今回の動画は以上になります、ご視聴ありがとうございました。